回復、ただの回復か。うお、いや違うな、パワーがみなぎる。それどうなん、ちょっとドーピングや、ドーピング。大丈夫かおじいちゃん。ローが痩せこけてミイラのようになっている。長い時間この体勢のままが動いていないようだ。やばいね、めちゃくちゃ足とかバッキバキになってそう。この何、魂というか精神戻ってきても。その足元にはムフフ棒の中でも最高と名高いピチピチバニーが落ちている。てかさ、にも対し自分の師匠がね死んだって聞いて、ここで修行しながらムフフ本読み寄るって全然すげえ雑念入っとるやん、どういうこと。あやなさん、冥府に向かう準備ができましたか。はい。さあ、あなたを送ります。すべての魂が帰る場所へ。今から私は強制的に返されるわけやね。ドゥラリホやだ。おい、なんだその変な踊りは。本当に大丈夫なのか。いや心配にしかならんよね。うん。ふざけんなとしか。なんなの、ラリホーなの。魂抜かれた。これ、ローがおったとこぽい感じの場所に来たけど、お、導かれている。あ、ここや、ここ。てか、私一人で戦わんといかんやん。うわぁ、やだわー。グレイグ、グレイグ。あ、おった、にま大使。ローは？あらあら。よるべなくさまよう哀れな魂が、また一つ。この世の果てに流れ着いたようだね。顔を見てみりゃまだ若い。こんな子が冥府に落ちるなんて、ほんと神も仏もありゃしないよ。いや、私はちょっとね、自主的に魂抜かれてきただけなんで。ずいぶん儲けた顔してるけど、あんた自分がこれからどんな運命をたどるか分かってるのかい。思ったよりちっちゃいんやね。あれ、ローと並んどったけんでかく見えとっただけかな。へえ、あんたの年でそこまで知ってるとは。こりゃ大変だ、世紀の大天才が現れた。現世に戻ってみんなに知らせなきゃね。なんかすごいバカにされとる感なんて。そんな嘘に騙されるかっての。あの世に来てまで知ったかぶりするなんて、ほんと見えっぱりなやつだよ。仕方がないね、無知なあんたにこの冥府について少し教えてやろうか。なんなの、案内人なのに。鈍いあんたでもわかるだろう。見ての通り、この世界には何もない。そう、ここは無の世界なんだ。無の世界なのに建物はあるんやね。本来冥府へ誘われた魂は新しい命として再生するために大樹へ向かうんだけどね。魔王によって大樹が失われた今、冥府は完全な無の世界になった。哀れな魂の行き場は永遠に失われたのさ。じゃあ、あの世との狭間ぐらいずっと漂ってるってことかな。だから、やだな。あんたの魂は、え、消えるん。もうすぐこの虚無の中で消えちまう。消えるのは嫌だな。まだ漂っとるんやったらね。自分で動けるなら全然あれやけど。大樹による生命の循環は断たれ、やがて全ての命は消え去る運命にある。魔王がいる限り、これは変えられない。悔しいだろうけど、諦めな。もうどうしようもないんだよ。ニマ大使は何、ここでなんか役目を与えられてるの。全ての命の源、大樹の魂を手に入れた魔王に叶う者がいると思うか。ここでなんか来た魂を、いるわけないよね。来た魂を案内するというか消すというか、なんかそういう役目を与えられたんかな。でもじゃないとこれ全然消滅してないもんね。そんな魔王に逆らおうとしている奴らがいるらしい。ほんとどいつもこいつも往生際が悪いったらありゃしないよ。あの首飾りなんか肩こりそうやな。ねえ、めっちゃ重そうな感じするんやけど。え、消えた？どこに行ったよ。聖なる波動と不屈の刃が交差するとき、まばゆき光の星雲が生まれ、闇に閉ざされた世界を希望の光で満たさん。ちょっとよくわからない。
お、いたいたいた。魂のおじいちゃん。ほら、絶対痩せたけんって。いや、でもこう見たらあれか、痩せた状態のあのおじいちゃんもそんなに身長高くはなかったかな。まあそんなもんかもしれん。いや、でも足はなんか確かに長くなっとる気がするんやけど。ローがこの世を儚んで死んだとでも思ったかい？とんでもない。逆さ。あ、こっちが何者かちゃんと分かっとる感じ？あいつは諦めてなんかいないよ。魔王をぶちのめすことをね。ロウ、あんたのじいさんは里の奥義を習得するために決死の覚悟で死んだあたいに会いに来たんだ。もうあたいが誰だか分かっただろう。そう、自分からここに来たところ。ロウの師匠であり、あんたの師匠になるはずだったニマだよ。あの魔法陣が見えるかい？うわ、すげえ、なんかどんどん書かれていきよる。ロウは体に魔力をまとって舞い踊り、魔法陣に怪獣の文様を描いてるんだ。それが奥義習得の修行ってわけ。すごい集中しとんかな、気づいてないよね。こっちにやつはずっと踊り続けてる。体が自由に動く年でもないのに、ほんと無茶するよ。魂の状態になっても体自由に動かんの？そこはちょっと身軽になるとかない？見てな、あの魔法陣が完成した時、ロウは奥義を得得するよ。あ、これもしかしてロウと二人で挑むんやった？違うかな。ロウ、余っとれるな！またお尻を叩かれたいのかい？この年になってもまだ叩かれるのか。私の姿が見えていないのか。お、完成した。でもなんかさ、ストーリー上で強い人とかってさ、仲間になった途端になんか弱体化せん？めちゃくちゃ思うんやけどさ、昔からなんかアニメでもそうやし、ゲームとかでもそうやし、最強の敵として出てきた人ってなんかめっちゃね、やりやがったね。仲間になった途端たまにはかっこいい姿を見せるんじゃないか。なそのままの強さでやってきてほしいよね。ロウもこのムービーの感じじゃめちゃくちゃ強くない？最強やん。うひゃひゃ、太子様、ついにやりましたぞ。わしの勇姿を見ておられましたか？根性なしのあんたにしちゃ頑張ったじゃないか。しょうがないから褒めてあげるよ。なんと、太子様、今わしのことを褒めましたな。わしのこと褒めましたよね。早く気づけ。魔法の前で何をやってんだい。太子様に褒められるとは何十年ぶりか。その言葉だけでご飯十杯はいけますぞ。ここにおったら食べ物とかはなくても平気なんだ。あんた調子に乗りすぎて大事なものを見落としてるんじゃないか。横を見てみな。視界に全然入ってない。気づけよ。おお、二度見。お主は。おお、勇者よ、死んでしまうとは何事じゃ。教会の神父様やん。はあ、落ち着きなろう。早とちりするのはあんたの悪い癖だよ。そいつは生きてる。前と一緒だよ。なんですと？生きていると？そいつはね、お前が死んだと思って現世からあんたを助けにやってきたんだよ。でもさ、これやっぱあれよね、私が言った通り、ほっといてもニマ大使に送り返してもらいとったんやないん。修行中ないけんさ、今。そうか、そうか。全く危険なことをしおって、わしならもう大丈夫じゃ。さあ行こう。奥義を得得したわしと勇者のお主がいれば、もう恐れるものはない。現世戻って憎き魔王をぶちのめすのじゃ。おっと、待ちな。ほらほら、どこへ行くんだい？太子様、大変お世話になりました。
修行も終わったことですし、我々は元の世界に帰ろうかと。修行はまだ終わってないよ。あんたの修行がね。はっ、めんどくせえ。さあ、こっちに来な。まあ本来なら受けるはずやったね、小さい頃に。小さい頃に修行するにしてはスパルタな感じやけど。さっきロウが放った技こそドゥルダの奥義、グランドクロス。あ、これで新しい奥義増えるんやったっけ。あの技は神話の時代、勇者ロウシュの仲間の一人ウラノスによって編み出された技だ。そしてあんたに教える技はグランドクロスにも引けを取らない大技、覇王山。覇王山さ、なんてったって覇王山は老主が初代大使天神との修行の中で編み出したでっかい飾りの空前絶後の秘奥義だからね。めちゃくちゃ好きで好きよったんやけど、なるほど。わしがウラノス様の技を覚え、お主が老主様の技を覚えれば、向かうところ敵なしじゃんな。ネックレスとかしか使わんのやけど。でもね、なんかそういうのつけたくなる時期ってあるよね。里に受け継がれながら、老主以外には誰も習得することができなかった。その技をわずかな時間で覚えようってんだから、当然修行はとんでもなく厳しいものになる。それを覚えれるんすか。どんなに辛く厳しい修行が待ち受けていても、それに耐える覚悟があんたにあるかい。いや、そう言われましてもね、ないんで帰りますって言っても無理なんやろ。はい、いい返事だね。それじゃ早速覇王山の修行を始めるよ。覇王山は使用者が自身の魔力を刃の形にして放つ技。さあ、手を前に出し剣をイメージして魔力を集中させな。昔めちゃくちゃカメハメハが打ちたかったんよね、私。なんとか夢の中では打てたんやけど。ま、最初はそんなもんだろう。というわけで、あとは実戦で技を磨いていくとしようかね。ここで二馬大使との戦闘に入る。それではまさか大使様と。いや、しかしそれは早すぎませんか。私ちょっと才能があるんで。はあ、何言ってるんだい。相手はお前だよ。あ、そこか。一緒に戦うんじゃなくって、ここと戦うんか。なんとわしが戦うのですか。さっき奥義を覚えたお前ほどぴったりな相手はいないだろう。ユグノア王家の血を引く者同士の戦い、こいつは見物だね。じゃあ準備ができたらあたいにいいな。別に死ぬわけじゃないやろ。老子様の技、覇王山。お主がその技を覚えれば向かうところ敵なしやな。じゃが決闘となれば手加減はせんぞ。覚えたての奥義も試させてもらうからな。きちんと準備しておくのだぞ。よし、いけます。あゆな、ロウと戦う準備はできたかい。はい。じゃあちょっと待ってな。手加減はしません。修行のためにロウに力を貸すからね。マジでパワーアップとかずるくない。私にもしてよそれ。フェアじゃないんですけど。ああ、回復、ただの回復か。いや違うな。パワーがみなぎる。それどうなん、ちょっと若き日の力を取り戻したいよ。いや、今なら大使様にも勝てそうじゃわい。いいカイロ、手加減はいらないよ。全力のグランドクロスを使っていたぶってやんな。怖いわ。勝手に承知。孫を殺す気だね。あんたはロウの猛攻に耐え、隙を見つけながら覇王山をロウにお見舞いするんだ。覇王山だけで戦っていけばいいかな。それを繰り返すうちに覇王山はどんどん威力が増していく。そういうことやね。そうやって覇王山を完成させてみな。では行くぞ。ありったけのお主を見せてみ。さあ来るがよい。覇王山、覇王山、お前の力、見せてみな。覇王山を繰り返し使う、了解。特技これか。ふっ、うわっ、やーっ、分身。キャー、
界に放ったらいいよね。いや、てか、うん、マジでさ、こんだけ動き回れるならちゃんと自分で避けれたい動き回ってもこれ結局意味ないもんね。動き回ったところで見切れるかの、全然動かんゲームと同じように避けれんし、くっ、まあ、でもそれで敵に避けられたらめちゃくちゃ面倒くさいけん。まあいいんやけど。グランドクロス、ちょっとずつ威力上がってきた。何よ、倍になった、倍に。あ、ま、もうやっつけた？マジで？もっといくかなと思ったんやけど。思ったより早く終わった。いいね、いいね。よくやった。わずかな時間で覇王山を習得できるか、内心心配していたけどさ。数秒じゃなかった？どうやら、取り越し苦労だったようだね。1分も経った？だから。今までの人何してきたんっていうぐらいあっという間に習得したけど。いいかい？あの光の剣の強さは、あんたの心の強さ。あの剣を鍛え上げるんだ。決して折れない、強き剣に。そうすれば、あれ光の剣なんか、あんたはどんな困難にも立ち向かっていけるよ。じゃ、牢を起こすとするか。てか魔法陣に光の剣って本当にぐるぐるやんね。王に覚えたわしを倒すとは。ニケが光の剣持っとったと思うんやけど。まさかお主がここまで成長しているとは思わなんだぞ。辛い修行から逃げずによく頑張ったね。これでもうあんたは別に何も辛い修行じゃなかったんやけど、立派な弟子だよ。拍子抜けするぐらいの修行やったけど。むしろあれは修行か。こんなところにまで魔の手が。見つけたぞ。その声はまさか。え、あの世にまで来るってちょっと意味わからんくない？魔王ウルノーガ。ねえ、死んでも許されんやん。死滅した世界で這いずり回る虫けらどもよ。この世だろうがあの世だろうが容赦なしやん。魂が消滅するまで追いかけ回してくるってことかな。怖っ。いけない。はあ、って魔王めん、とうとうこの冥府にまでその触手を。奴の力をちょっと甘く見すぎてたか。もう教えたいことがまだ残ってるってのに、いまいましいやつだ。でもこうなったら仕方ないね。あ、この場であんたたちに最終奥義を授けるよ。ちょっと授けられないよね。最終奥義？わしが覚えた技グランドクロスこそがドゥルダの奥義ではなかったのですか？それは違う。老子とウラノスが協力して放つ合体技、それこそが初代大使が考案した真の最終奥義だ。ってことは、さあ二人とも覚悟はいいかい？遥かなる時を超え、もう一度伝説を繰り返す。あの二つを合体するってこと？あんたたちが放つ最終奥義、それをあたいのメイドの土産にさせておくれ。さあ、ここでもう本当に滅びるってことなんやね、二股大使。辛い。あたいの掛け声に合わせて技を放ちな。チャンスは一度きりだよ。マジで私なんか動かす必要ある？ありったけの力を込めて空にグランドクロスを打ち上げるんだ。ムービーでじゃん全部終わるかな。はタイミングとかそういうのちょっと苦手やけんあるし。今だ、覇王山を。勝手にやってくれる。本当に光の剣や。この技こそドゥルダに伝わる真の最終奥義、グランドネビュラだ。すごいね、おじいちゃんと孫の共同作業や。でもこれやっつけるんだよ、二股大使は無事なんかな。
最終奥義口頭だけでできるってすごくね。戻ってきました。ただいま。ローも戻ってきた？これはいけません。体が衰弱しています。急いで二人を里まで運びましょう。すごいね。こんな短時間で衰弱するのに。おじいちゃん生きとったんやろ、あれ。疲労の中意識を失ったアイナは、ニマ大使が最後の力を振り絞り、魔王の目をくらませる夢を見た。そして夜が明けた。夢じゃないよ。じゃあ最終的な部分をやってくれたのはニマ大使ってこと結局。あ、どうも。よかった。目が覚めたな。体も大丈夫そうで何よりだ。こっちよりもね、おそらくおじいちゃんがだいぶ栄養失調なんじゃないかと。一足先に外に出ている。俺たちも行こう。これさ、動き出したってことは、おじいちゃんは元気になったかな。イエス様おはようございます。昨日気を失った姿を見たときは心配しましたが、大丈夫そうですね。散歩大僧侶ドロー様が宮殿の外であなたをお待ちですよ。早く顔を見せてあげてください。お、外ね、外外。今向かいます。めっちゃなんか、うわ、ぐるぐる回るやな感じだわ。うわ、もうすでに戻ってる。早くね。どんな治療をしたらそんなポンって戻るん、体型。なんじゃ、人の顔をじろじろ見よって。一日で治るもんじゃなくない？王様がすっかり元の姿に戻られたので驚いているのですよ。一日じゃないかな、もしかして数日間眠っとったとか。まあ、数日で戻る感じでもないけど、あれ。あれくらい大使様の修行に比べれば何でもないわい。マジで、そんな神の思いの修行しよった。すぐ元通りよ。ロー様から話は聞いています。てか食べんでも平気な体やったかな。修練を受けられたそうですね。さらに老主様の技を覚えただけでなく、ルルダの最終奥義まで習得したとのこと、本当に喜ばしい限りです。これでもう、そうじゃ、グレイブ。わしがあっちの世界にいる間、我が孫が世話になったようじゃな。礼を言うぞ。それには及びません。これまでの無礼を考えれば、当たり前のことをしたまで。そうよ、めちゃくちゃ嫌な態度やったんやけんね。お詫びする立場です。今すごい腰低くなってくれとるけど。顔を上げ。そなたも運命に翻弄された哀れな男。お主を責めるつもりはない。人から哀れって言われたくないな。しかし面と向かって。我々はこれから一体どうすれば。ドゥルダに来れば何か分かると思ったのですが。一番最初に復活する仲間はローやったんか。そう、それについては心当たりがある。大使様の話によると、先代勇者ロースは神の乗り物で空を飛び、邪神と戦ったらしい。グレイグ視点とか、あとホメロス視点みたいなのも欲しいよね。詳しくは知らんが、仲間じゃないけど、先代勇者たちが使用したその乗り物を手に入れれば、天空にいる魔王を打ち果たす方法も見つかるやもしれん。次は乗り物を探しに行くのか。それにバラバラになった仲間のことじゃ。みな諦めの悪いものばかりじゃから、きっと世界のどこかで生き延びているはず。うんうんうん、すごいたくましくみんな生きとるよ。勇者老主の足跡をたどるため、仲間を探しながら、もう一度神語りの里、聖地ラムダを訪ねるのじゃ。仲間を探しながら、じゃあ今すぐラムダに行くわけではないってことか。さあ、ゆっくりしている時間はない。一刻も早くこれで今までのサブストーリーの場所を巡っていけばいいかな。皆の者、出発するぞ。おお、ローが再び仲間に加わった。ローのスキルパネルが新たに解放された。お、これで正式に仲間に。おかえりおじいちゃん。お、ローは特技グランドクロスとアイナとの連携技グランドネビルが使えるようになった。あなたが
強大な力を持つ魔王ウルノーガと戦うために、我らドゥルダの民も協力いたします。勇者様のために特別な修行を用意しました。自らの力を高めたいと思ったら、ぜひドゥルダの大修練場に来てください。はい、うん、まあもういいと思うけど十分強いので。ニマ大使のマナ弟子、ニマ大使の厳しい修行を乗り越え、ドゥルダの最終奥義を習得した者に贈られる称号。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、やっとおじいちゃんが仲間に復活した。次誰かな。うん、わからん。まあ、誰でもいいけど。ちゃんと全員集めていこう。頑張って。